はい、どうも。ぼっちゆえに服装とかどうでもよくて、小学生とか中学生から着ている服を今も着ている高校サッカーフェチです。今回はアンダー16の世代逸材攻撃的ミッドフィルダーボリューム1をやろうと思います。北野壮太、1年セレッソ大阪アンダー18プリンス関西本来やプレミアウエスト、ゼロのジャパンでも屈指の才能とスター性を持つ逸材アタッカーでエース候補。強気で蹴られる鋭いドリブルから強烈なシュート、相手を引きつけてからの意表をつくパスで得点を生み出す OB の南野匠を彷彿とさせます。すでに J3 でも存在感を発揮中。広いランド、1年帝京長岡高校プリンス北信越。昨年の逸材3年生が抜け、下級生中心の今年の帝京長岡高校で攻撃の中心になっている期待のルーキーです。左利きでボールの持ち方が田中克幸と似ており、巧みなキープやテンポのいいパスワーク、多彩なキックで存在感。2005年早生まれで代表のチャンスが多いのもナイスです。ちなみに彼の母親がディズニー好きで、それが名前の由来になっています。弟は C というらしいです。漢字わかんないですけど。川村麻衣也、1年横浜 F ・マリノスユースプレミア関東、もともとはプレミアイースト。すでにコンスタントに出番を得ている期待のレフティ、抜群のテクニックとステップワークで相手を翻弄、特にフォルスタッチがうまいです。中村拓夢、1年柏アンダー18プレミア関東、もともとはプレミアイースト。アタッカーで出た時は抜群のテクニックと小柄な体格を生かしたドリブルでチャンスメイク、ボランチで出た時は巧みなキープと正確なパスで攻撃の舵を取る。球際にも強くて守備でも貢献します。
明岩東也1年履正社高校プリンス関西。願望大阪ジュニアイス時代は日本一に大貢献。同学年には世代別代表が多数いるが、彼も同等以上の力を持つイケメンアタッカー。ユース昇格を切り高校の名門を選んだ。ボールタッチのうまさとクレバーさがあり、テンポのいい攻撃の作りから右足のコントロールショットでゴールを狙う。トレーナーからは筋肉の左右差がなく体の使い方がうまい、トップアスリートになれる素質があると評価される身体能力も特徴。木田亮が中3、FC 多摩ジュニアユース、関東2部。19年の日本クラブユース選手権では、中2ながら6試合9得点で得点ランク2の大活躍。早い判断とボディバランスの良さ、巧みなテクニックが融合し、シュート、パス、ドリブル、すべてがハイレベルで、状況に応じて的確に繰り出すことができます。中学の試合に1人高校生がいるみたいな感じです。中学レベルでは、実力を持て余している状態なので、もっとインテンシティの高い環境で見たいです。高校はね、どこに進むのか気になります。